まだ神々が活躍した神話の時代、ヒムカの国、今の宮崎県に神代と人の世をつなぐ一人の英雄が誕生しました。神山といわれびこ、後の神武天皇です。神山といわれびこは、この国の人々が豊かに暮らせるよう都を日本の中央に移すべく姫香をお立ちになり、幾多の苦難を乗り越えられ、大和において第一代の天皇にご即位されました。その奇跡をゆかりの地とともにご紹介しましょう。神武天皇がお生まれになられた地に創建されたと伝わる佐野神社。神山といわれびこの幼名佐野の命に由来しています。参道の杉はおよそ400年前に植えられ、佐野の杉並木として国の天然記念物に指定されました。かつては宮崎神宮の別宮で、神宮の拝殿、本殿などは佐野杉を使って建てられています。日本書紀によると、神山といわれびこは15歳の時に宮を宮崎に移されました。神武天皇を主祭神として祀られている宮崎神宮、国登録有形文化財に指定されています。神山といわれびこは宮崎で45歳まで過ごされたと言われています。宮崎神宮摂社皇宮神社、小具屋と呼ばれる皇居跡に建てられています。神山といわれびこは、天下を治めるには姫香の地は西すぎると当選を決意し出立します。姫香の国の第一の大社であった津野神社、宮崎の宮を出立した神山といわれびこが立ち寄り、国土平安、海上平穏、武運長久を祈ったとされています。また津野町にある八戸の滝は、神山といわれびこがこの滝で矢を研いだという由来が残されています。三密の立岩神社、ここには神山といわれびこが腰掛けたとされる岩が境内に残されています。そしてここからお船出したといわれる三密港、風向きの変わった明け方に急遽お清お清と起こし合っての慌ただしい出港となりました。今もお清祭りとして伝わっています。姫香に別れを告げた一行は九州の東岸を北上しました。豊後の国大乳島の神の井、島に水がないことに心を痛めた神山といわれびこは、海岸を弓矢で掘ると清水が湧き出たと伝えられています。そして島民は一行の航海の安全を祈り、大きな焚き火で見送ったとされ、今も大乳島とんど火祭りが行われています。四国が近づくと、シーネツヒコの水案内により豊後水道の難所を通り抜けました。海底の大凧が守護してきた神剣を、イサゴ、マサゴの二人の尼が海底から取り上げて神山といわれびこに献上しました。早須姫神社はその神剣をご神体として神山といわれびこ自らが奉祭し、建国を請願したのが創始とされています。神山といわれびこの船団が宇佐に立ち寄ると、そこに住まう人々に歓待を受けました。当時宇佐一帯を治めていた宇佐津彦、宇佐津姫が足一つ上がりの宮を作って、神山といわれびこ一行をもてなしたと言われています。宇佐神宮の西参道から頼母川に架かる呉橋を渡ってほど近く、
遠野熊と称するところが足一つ上がりの宮と伝わっています。宇佐を出発すると筑紫、今の福岡県に立ち寄りました。神山と岩礼比古が滞在された地としてお社が建てられ祀られてきた神武天皇社、たびたびの陛下により焼失を繰り返し平成12年に再建されました。昭和20年米軍の爆撃により神武天皇社社殿が焼失した際、ご神体が移されたのが丘の港神社。今もなお祭祀は続けられています。神武天皇が主祭神として祀られている岡田宮、古事記には神山と岩礼比古が1年間滞在されたと書かれています。日本書紀には中愛天皇8年、岡田宮の御祭神である岡の阿方の主の親熊鰐が中愛天皇と神宮皇后に忠誠を誓ったことが書かれています。御神宝の環状の三礼は大和朝廷から5世紀頃に下賜されたと言われています。神山と岩礼比古一行は東に進路を変え、安芸の国、今の広島県を訪れました。武神社はかつて神山と岩礼比古が7年間滞在したとされる武里の宮、あるいは江の宮があったと伝わる地に鎮座しています。延喜式神明町では厳島神社、早谷神社とともに安芸の国の明神大社に列せられています。町内には腰掛けられた岩、ここで水を汲まれたなどの言い伝えがあります。さらに船を進め、次に吉備、今の岡山県を訪れます。高島は笠岡港の南およそ8キロに浮かぶ広さおよそ 1.2 平方キロメートルの島です。日本書紀によると、神山と岩礼比古は高島の宮に3年滞在し、船と軍備を整えたと記されており、地元ではこの島のことであると考えられています。島内には神山と岩礼比古が吉凶を占ったという神浦山や、水を汲んだという麻内などがあります。宮浦沖の小島湾に浮かぶ高島にある高島神社、神山と岩礼比古が当選の途中に立ち寄り、一時的な宮である安宮を置いたとされています。亀の形をした岩が御神体の亀岩神社、神山と岩礼比古の水先案内を務めたとされる渦彦の御事が乗っていた大亀の化身が岩となったものと伝えられています。兄神社は神山と岩礼比古の兄一瀬の御事が数年間この地に滞在したと伝えられ、後に後継たちをこの地に祀って久方の宮と称したのが起源とされています。吉備を出発すると何輪の岬を通って河内の国、今の大阪府東部の白方の津に上陸、西から大和に入ろうとします。神山と岩礼比古に先立って大和入りしていた賑早日の命とその巫女馬島での命を祭神とする石切剣屋神社、末社に神武社があります。一行は生駒山を越え大和に向かいますが、草江坂で応戦した長曽根彦に敗れ、この戦いで兄五瀬の命が重傷を負ってしまいます。日の巫女である自分たちが太陽に向かって戦うことの不利を悟り、神山と岩礼比古は進路を変更します。平岡神社は熊野へ出立する際、雨の小屋根の御事と姫御神を上津岳に祀られた神社です。650年に上津岳から今の地に遷座されています。神山と岩礼比古は大和に東から入るため、まずは南に向かいました。
小野神社は大阪府泉南市小野里の地に立つ縁起式内神社で、本殿には彦市瀬の御事、神山と岩れび子の御事が祀られています。この辺りは大阪湾に面し、かつては地ぬの山木の港などと呼ばれていましたが、市瀬の御事が敵に報いることなく手傷を負って死ぬとは残念極まりないと惜しく叫ばれたことで、小野湊と呼ばれるようになり、尾という地名も残されました。故事に由来し、雄たけびの宮とも呼ばれる小野神社は859年に今の地に遷座され、元の社地には浜の宮が祀られ、その境内は天神の森とも呼ばれています。小野湊、今の和歌山県で負傷した市瀬の御事が亡くなります。市瀬の御事が雄たけびをあげ亡くなったことに由来し、紀の川の河口付近には小野湊という地名が伝わっています。その地に立つのが港吹上神社で、港神社と吹上神社という2つの神社を合わせて祀っています。長曽根彦の軍勢が放った流れ矢により亡くなった市瀬の御事は鎌山に葬られたと伝えられています。市瀬の御事の御捧ぎは鎌山神社本殿の隣に位置しています。鎌山と岩れび子はさらに南下し、熊野に上陸します。世界遺産に登録されている熊野那智大社、社殿によると一行が光り輝く山を見つけ探り当てられたのが那智の大滝です。大滝を大名淵の御事の現れたる御神体としてお祭りになり、その守護のもとに八田ガラスの導きによって無事に大和へ入られたと伝えられています。世界遺産である神倉神社、神山と岩れび子が登り軍を率いたとされる天の岩立てがこの神倉神社です。鎌倉時代に源頼朝が寄進したと伝えられる538段の宮内祠壇を登り詰めると現れるのが社殿と御神体の御飛木岩、熊野三山の神々が最初に御降臨されたといわれる巨大岩です。熊野と伊勢の境で神山と岩れび子一行は海難事故に遭い、稲日の御子と三毛入りの御子との二人の兄を失います。亡くなった二人の兄、稲日の御子とは室子神社に、三毛入りの御子とは阿古志神社に祀られました。賑島湾はかつて伊勢の国の阿古と熊野の国の室の境界であり、室子神社、阿古志神社の名称もそこから来ていると言われています。兄たちを手厚く葬り、一行はさらに旅を続けました。鎌山と岩れび子は長曽根彦と戦うにあたり、高倉山で夢のお告げを得て、霊力があるという天の家具山の土を取ってこさせて、その土で80枚の平瓦と亀を作りました。兵たちを勇気づけるため、荷宇の川上で戦勝を祈願したとされています。鎌山と岩れび子は八田ガラスの導きにより吉野を経て宇田へと至りました。八田ガラス神社は八田ガラスの化身と伝えられる竹津海の御事を祭神としております。大量の炭を燃やし火攻めの計画を立てていた江式の軍に対し、鎌山と岩れび子は宇田川の水を浴びせ倒滅に成功しました。鎌山と岩れび子は大和の多くの豪族との戦いに勝利します。富山は即位された神武天皇が祭りの庭を設け、高祖神を祀った場所と伝えられています。これは大嘗祭の起源とされており、富山の西麓に位置する富神社の奉仕により、
毎年5月13日、富山中霊治春季大祭が営まれています。ついに長曽根彦と再び相対することになった神山と言われびこ。その弓の先に止まった金糸により勝利することができました。大和橿原に至った神山と言われびこは、初代天皇に即位されました。橿原神宮は神武天皇が即位された橿原宮があったとされる畝傍山のふもとに明治23年創建されました。橿原神宮の北側に神武天皇陵があります。神武天皇の命日とされる4月3日には毎年勅使が参拝しています。神武天皇がその当選の途中で立ち寄ったとされる言い伝えやゆかりの地は各地に残っています。それらの地を訪れ伝説を知り、その伝説とともに生きる人々を知ることで、神武当選の道は未来へと続いていくことでしょう。